パフュームカルタができるかを研究せよ。PTM ラジオではパフューム辞典、パフュームディクショナリーというコーナーがあったんですね。そのコーナーは、パフュームの辞典を作っていく、パフュームの用語で辞典を作っていく、コナン君が出てきちゃったね。それで辞典を作っていくコーナーだったんですけども、そしてそれが最終回まで迎えまして、まあ国語的なコーナーがこれからもあった方が楽しいんじゃないかということで検討の末、こちらのコーナーが生まれたわけです。こちらのコーナーはパフュームのカルタを作っていく。そう、パフュームと言ったらフラッシュって言ったらちはやふる、まあそういうことで、ちはやふるの方は百人一首なんですけど、ちょっと百人一首がちょっとね難しい方なので、百人一首じゃなくてもうちょっと一般ピープルにカルタということでやっていきたいなと思っております。それでは始めていきましょう。パフュームカルタフラッシュ、はい、ということで最初はかということでね、かのカルタを考えていきましょう。パフュームのカルタでカです。まあ前回のアがアーちゃんだったからカってたらもうカシユカしかないですよね。ユカちゃんしかないです。そんなユカちゃんを題材にしたまあカルタということで、そうね、意外とこれね言葉を考えるのって意外と難しいんですよね。言葉、今まではその辞典の時はその用語を当てはめるだけだったので、まあ、今回はその用語も使いつつ、そのパフューム用語も使いつつ文章を作るという感じなので、いや毎回結構苦労しているんですけども、そうです。で、こういうのはいかがですか。ちょっと今ふっと思いついたんですけども、カシーカ、可憐に羽ばたくパフュームビューティー、カシーカ、可憐に羽ばたくパフュームビューティー、はい、ということで、こちらはどういう意味かというと、まあ、カシューカは可憐に羽ばたいて、もうカシューカってもうスタイル抜群だし、もうビューティーすぎるんですよね。ね、まあこれ私の中ではあるんですけども、私の中でパフューム3人のそれぞれは、あーちゃんはスマイル、ノッチはクール、そしてカシューカはビューティーだと私は個人的に思ってるんですよ。まあノッチはクールなところもかっこいいんですよね。クールなノッチすごくかっこいいんですけど、まあ実際のノッチはまあ皆さんご存知の通り、結構面白い人です。まあそれがノッチっぽくていいんですけども、でまあカシューカはそのもうスタイルの抜群だし、パフュームビッティを表しているの、パフュームの美しさを表しているのは、まあ、カシューカの存在はでかいんじゃないかと思ってるんですね。もうやばいですから、カシューカの最近の衣装とか、だからハラチラとかあるんですけども、もうあのくびれ、どうやったらあんなくびれつくんですかっていうくびれを持ってるし、あの足の細さ、あれであんなパワフルなダンスができるんですか、しかもヒール履いてですよって、どうなってるんですか。まあね、これミキコ先生も言ってたんですけども、もうパフュームは超人だと言ってました。なぜかというと、今まであんなヒールを履いて踊っているのに未だに怪我をしたことがないっていう、超人だということをミキコ先生が言っていたんですね。いやもう本当になんかお人形さんだったらなんかピキって折れそうな足の細さをしてるじゃないですか、パフューム3人とも。まあその中でもズバ抜けてスタイルの抜群の良さの、そしてビューティーなカシューカがいるわけですね。なのでまあこのようなカルタにしてみました。まあカシューカはやっぱりビューティーじゃないかと、あの長いストレートロングの黒い美しい髪の毛をさっとね、ライブ中でもさっとしながらね、
華麗に羽ばたく姿、私はいつも見てもかっこいいなと思っております。美しいなとも思っているので、このようなカルタにしてみました。カシイカ華麗に羽ばたくパフュームビューティー、カシイカ華麗に羽ばたくパフュームビューティー。続いては火ということで、火です、火です、火なんです。なんだそれ。まあ火ということで、火ですか、火ですか、どうしよう。いやー、木難しいな。なんかあるかな、木。こういうのはどうでしょうか。いやー、結構時間かかったぞこれ。いやー、編集で多分短くなってるだろうけど、結構かかったぞ。じゃあ披露します。キラキラと輝くグリッター盛り上がる、キラキラと輝くグリッター盛り上がる。はい、ということでいかがでしょうか。木でございます。はい、まあ木って言ったら、まあ私がね、キキキキって考えたら、もう最初にフレーズが出てきたのがキラキーラーだったんですね。なので、まあキラキラって言ったら、まあグリッターじゃないかと。ということで、まあグリッターにまつわるカルタにしてみました。まあキラキラ輝くじゃないですか、グリッターって。もう輝きまくって、もうライブじゃめっちゃ盛り上がる曲じゃないですか。めっちゃもうパーティーメーカーに負けないぐらいのパーティーチューンだと私は思っているんですけども、パーティーチューンなんだけど、まあメッセージ性も強い楽曲なんですね。なので、まあそんなグリッター、みんな大好きグリッター、まあこんな感じにちょっとカルタに登場させてみました。いかがだったでしょうか。キラキラと輝くグリッター盛り上がる、キラキラと輝くグリッター盛り上がる。続きまして、続いてはクですね。まあククね、まあ最初に思いつかむ、だって思いつくのは黒なんですね。黒っていう単語が出てくるね。まあそのパフュームの中で黒って結構いいと思うんですよね。そのなんか嫌なイメージと思われる方もいらっしゃるかもしれません、黒っていうね、キーワードに対して。だけどパフューム黒って結構合うんですよね。そのまあ黒髪っていうのもあるし、でパフュームって他のそのダンスグループだったりとか、女性アイドルグループとか、女性のグループユニットとか、まあそういうねグループに人たちと違って、なんか黒色の衣装ってめっちゃ似合うんですよ。でこれ皆さんも思ったことないですか。パフュームって黒色の衣装めちゃくちゃ似合うって思ったことないですかね。なので最近じゃあんまり黒い衣装っていうのがあんまり登場してないですけども、まあゲームだったり、まあレーザービーム、まあリニアモーターガールも黒だね。あとはちょっと紫も入ってるけど、スイートリフレイとか。なのでなんか個人的な、久々にちょっとブラックなパフュームを見てみたい、真っ黒なパフュームを見てみたいなっていう気もしますね。で今パフュームクローゼットで、そのクリンクリンがインスパイアされたお洋服があるじゃないですか。そのお洋服の黒があるじゃないですか。その黒の服を着た3人の写真があるんですけども、それめっちゃくちゃかっこよくないですか。黒の衣装を着たバキューブってめっちゃかっこいいと私はあの画像を見た時思ったんですけども。なのでなんか久々にシングルジャケットとかね、久々にちょっと黒をベースにしたものでもいいんじゃないかなと思います。最近ちょっとカラフルなイメージがちょっと強いですよね、シングルもね。例えばタイムワープはめっちゃカラフルだし、黒なんて水色にピンクだし。で最近黒色のシングルありましたかって言ったら、まあ一生では黒い無限未来とか、まあ全体的に真っ黒って言ったらレーザービーム、
ぐらいですよね。レーザービームと不自然な変わるぐらいですよね。なのでなんか黒っていうパフュームをもう一回見てみたいなと思うので、黒なので黒がいいんじゃないかと思うんですよ。なのでそれを考えて、こういうのはいかがでしょうか。ちょっとマニアックなネタにして、ちょっとマニアックですけども、はい、考えたやつがこれです。黒縁メガネつけるとそう君はイケメン。黒縁メガネつけるとそう君はイケメン。いや、今までパフュームが黒が似合うっていう話はどこ行ったんって言われそうですけど、まあそげんなことね気にせたら、まあ面白いカルタ作れませんよっていうことで、まあちょっとねファン寄りなカルタにしてみました。結構いい感じじゃろ。そう、まあパフュームの中で三大イケメン要素というのが昔ありまして、まあスキニーのジーンズ、黒縁メガネ、ヘッドホンっていうのがあったんですけども、まあその中でも黒縁メガネっていうのが結構プッシュされているんですね。まあ、多分パフュームの中でも黒縁メガネっていうのは結構ね、もうズキュンっていうくるものなんじゃないんでしょうかね。だからまあグッズとしても最近はちょっとなんかもう存在がなくなり始めてますけども、あのキメイケシリーズってのがありましたし、そう君はイケメンのメガネとか、あとね黒縁メガネのカラビナーとかがグッズで販売されていたので、なのでこのちょっとしたちょっとファン心理っていう、ファン心理っていうか、ファンがくすぶるようなカルタにちょっと仕上げてみました。いい感じじゃろ、うん、私的にはいいんじゃないかなと思ったんですけども、うん、いかがでしょうか。ということで、黒縁メガネつけるとそう君はイケメン。黒縁メガネつけるとそう君はイケメン。続いては毛ということで、まあ毛のカルタ、毛ね、毛わからん。まあ毛ね、まあ難しいけど、なんかちょっとね思いついたんだけどこれ毛じゃなくて毛なんだよね。あ、でもさ、パフューム時点も毛っていうか、その濁点ありだったよね。毛は毛でもいいとか、歯はパーでもいいっていう、どうなんだろう。ミラクルサーバー、はいはい、ミラクルサーバーです。仕方がないので許可しましょう。オッケーオッケー、いただきました。はい、ということで、じゃあ毛でいきましょう。毛だけど毛でいきましょう。考えたのはこちら、激レア企画、家でもどこでもパフュームライブ。激レア企画、家でもどこでもパフュームライブ。はい、ということで、どうでしょうか。あ、これ皆さん分かる人いますでしょうか。これどういう意味なんだろうなーっていうのが、はい、じゃあこちらちょっと解説していきましょうね。まあこちらですね、 Perfume がユニバーサル、ユニバにそのレーベルを移籍する前は特馬だったんですね。その特馬時代にやっていたものがあるんです。 CD を買うとあったんですけども、激レア企画っていうのが定番であったんですね。なので例えば抽選でなんかスピーカー、 Perfume のロゴが入ったスピーカープレゼントだったりとか、あとトライアングルだったらトライアングルのジャケット、初回版の方のジャケットに実際に使われた鉄プレートがあるんですよ。鉄プレートが、その鉄プレートを実際にプレゼントされたりとか、ねえだったら初回限定版の緑とピンクと黒の、あと白もの衣装があると思うんですけど、あの衣装をプレゼントとか、そういう激レア企画としてあったんですね。まあそんないろんな激レア企画が、まあ、シングルでアルバムごとにあったわけですね。そちらの激レア企画の中でも飛び抜けてはすごいのがあったんですよ。
それが2008年に発売されましたベイビークルージングラブの CD についてる激レア企画なんですけど、なんとバフュームがあなたに会いに行くっていう企画があったんですね。待ち合わせ場所はどこでもいいと指定していただいて、そこが大丈夫ならそこで会いましょうという企画だったんですよね。なので例えばパフュームが、ね、一緒にレストランで会いましょうとか、家でもいいですよとか、公園でもいいですよというそういう企画だったんです。そしてそこでもし踊れるんだったら踊りますよという感じだったんですね。で実際にベイビークルージングラブのそれで当選した人が、なんとこれ M ステで特集されたんですけど、 M ステの特集で M ステの中で紹介されたんですけど、そのパフュームがその当選された人の家に行って、その人の家の中でポリリズムを踊るっていうね、いうのがありましたね。なのでそういうなんか激励企画が実際にあったんですよ。今はね、もうユニバーサルに移籍してからなくなっちゃったんですけど、まあ昔はそういうことがあったということで、まあ皆さん思い出深いんじゃないでしょうか、激レア企画ということで、こういうカルタにしてみました。結構これもファンに寄り添ったね、カルタになったんじゃないでしょうか、ということで激レア企画、家でもどこでもパフュームライブ、激レア企画、家でもどこでもパフュームライブ。いやね、実際に私の友達でそのパフュームの激レア企画のボイスの時に、パフューム3人がダイヤモンドの形をしたパネルを持ってたと思うんですよ、 PV の中で。はい、その PV の中のパネルが当たった友達がいますからね。すごいですね。私は激レア企画1回も当たったことがありません。まあその代わりにファンクラブで当たったことはありますけどね、ファンクラブの抽選プレゼントで当たったことはありますね。続いてはこうということで、まあこうね、まあちょっとこれ私の中であるんですよ。今回家業やるよって言われたので、ちょっとだけこうは思いついてた。うん、こうということで、まあこれもちょっと結構今までちょっとファンに寄り添ったそのねカルタが多かったと思うんですけども、これも結構寄り添ったものになるんじゃないかな。発表してきます。コンピュータードライビング、さあみんなで揺れるよ。コンピュータードライビング、さあみんなで揺れるよ。はい、ということでこちらコンピュータードライビング、ということでコンピュータードライビングの方にしてみました。コンピュータードライビングはね、あーちゃんがみんな揺れてー揺れてーっていうところがあるんですね。そう、パフューム3人がハンドル持ってこで揺れる振り付けがあるんですよ。そこのところでパフュームと、そしてファンの皆さんもね、ライブ会場にいる皆さんもこうやって揺れるっていうね、タイムがあるんですけども、そちらをねカルタを作ってみました。いやー、私もですねコンピュータードライビング好きな曲でもあるので、最近じゃねもう全く披露されなくなってしまいましたけども、コンピュータードライビング、そう、まあ唯一 DVD とかブルーレイに収録されてるのは、このパフュームファンサービスビターと、パフュームファーストツアーゲームに、まあコンピュータードライビングは披露されているのが収録されているので、ぜひお買い上げいただきましてチェックしていただけたらなと思っておりますけども、あれに揺られてみたい私がいるんですね。私未だにコンピュータードライビングに揺られたことがないので、揺れてみたいですね。なのでまあその気持ちも乗せて、まあこちらのねカルタにしてみました。ということでコンピュータードライビング、さあみんなで入れるよ。コンピュータードライビング、さあみんなで入れるよ。はい、ということでバヒムカルタ鍵
表やってきました。いかがだったでしょうか。結構いい感じになったんじゃないでしょうか。今回決めた家業はこちら。結構良くないですか。結構良かじゃろ。カシューカ彼に羽ばたくパフュームビューティー、キラキラ輝くグリッターで盛り上がる黒縁メガネつけるとそう君やイケメン、激レア企画、家でもどこでもパフュームライブ、コンピュータードライビング、さあみんなでいじるよという形になりましたけども、結構マニアックなものもあるので結構面白いカルタになったんじゃないかなと思います家業は。まあこんな感じで、ね、次回も、ね、やっていきたいと思います。次はアーカーサーだから作業ですね。作業かサシスセソ、さあ皆さんもサシスセソのカルタ考えておいてください。私も次回までに考えておきます。ということで皆さんの書きくけこのカルタ、皆さんの中ではどのようなカルタが出来上がったでしょうか。ということで次回もお楽しみに。パフュームカルタでした。